猫2だけあってとにかくしなやか。天才みたいなやつがいるわけじゃないのに、なんで強いんだ。うっかりもしかして美人のマネがいたりしたらカラスな。山本うるせえ。おい剣馬はどう思う。女子マネやった。女子マネージャーいた。焼きそばパンゲット。なんか気持ち悪いな。様子を伺われてるっつうか観察されてるっつうか。俺たちは血液だ。滞りなく流れろ。酸素を回せ。脳が正常に働くために。もう一本だから。たとえ攻撃力が平凡だと言われようとも、俺が猫魔のエースだ。よし、ひょー。それじゃあ取り返すか。チャンスボール。今度は誰が。なんつうかすげえ安定感のある速攻だな。いつも危なっかしい日向を見てるからかもしんねえけど。またエクイック飛ばない。さすがだな。大好き黒さん。あー拾われた。叩け朝日。また拾った。不格好でも攻撃の形にならなくてもボールをつないでいる限りは負けないんだ。強いスパイクを打てる方が勝つんじゃないんだ。ボールを落とした方が負けるんだ。あれが個人じゃなくチームとして鍛えられたチームなんだろうな。乾杯だ。よし、完璧なトス。あ、一人時間差です。今度の試合には間に合わせてみせます。だからどっから来んだよ、お前のその自信は。あ、玄馬さん、おはざーす。おはよう。トス上げてください。モテモテだな、玄馬。ケンマさんが俺に注目し始めてる。お前がちっとも上達しないから怒ってんだよ。え、とにかく拾ってつなぎ反撃のチャンスを伺う。ネコマ高校。ほらケンマ逃げるな。腕もげる。もげない。ため口すんません、調子こきました。そういうのいいっていつも言ってんじゃん。お前いつもその頭だけど身長サバ読んでない。本当は180ないんじゃない。リエーフうんこ投げんだよ。だ、なんで長さわかんすか、ヤクさん。ブロックはクロスを締めてたけどストレートの方を締めるか。ボクトさんの珍しく絶好調なストレート美味しく使ってからにしよう。レフトレクト。DF のことを頼むからな。せめてボールくらいちゃんと見て、あと肘下げないで、スピードより高さを優先して。まだまだ商用に及ばないね。肘下げない、高く。ここ、こっからは我慢比べだ。お前たち得意だろ。猫間の守備は
打っても打っても拾われる。フロアディフェンスを意識しすぎればブロックに捕まる。俺はもっとバシバシ点取って、観客席からワーキャー言われる男なんです。お前のそういうまっすぐバカっぽい感じ嫌いじゃないよ。あとは相手に取られなきゃいい話だ。ゴッケー、ナイサー。11番空振りあるぞ。ケンマさん笑わないで。腕ぶん回すんじゃねえ、取りづらいだろうが。でもヤクさんは絶対拾ってくれるじゃないですか。なんだよ。ヤクはショートカットが好きなのか。好き。クロはロング。海、山、犬、猫、和式、洋式。一人ずつ目標を。全国制圧。右に同じです。くそ、逆さん今のレシーブ。くそ、俺はこの1年怪我も病気も一切やってないんだ。なんで今なんだ。ねえ、テンション下げすぎ。大丈夫なんじゃない？ジャンプフローター。ないっ。なんだよこのプレッシャー。11番ネット際では脅威でも後ろに下がれば飛ばすぎ。あの下手くそを狙いたい気持ちは非常によくわかるけどね。お、攻撃って武器を持たなくてもなおコートに立つ価値があるって思わせるんだよ。アタック早いやつ、黒とやったことないけど多分やれると思う。奇襲としては悪くはないんじゃない。第一セット。なんだ俺、分かってんじゃん。文字通りプレイは全部つながっているから。理性も本能も言っている。こちらに打てば殺される。左抜けたら芝山がいるって。ボールは絶対ここに来るって。見えた。でもあいつはその上を行きやがったよ。お前下手くそには下手くそって言ってやれよ。お、後輩。それな。どう見ても全国大会出場のスポーツマンには見えねえよな。座席割らせ。本当に嫌ならさっさとやめてるだろう。ああケンマ、寝る前のゲーム禁止っつってんだろ。後輩の成長に思いを馳せてる場合じゃねえんだよ。ヤクン、情緒って知ってる。ナイスレシーブ。ザ・ A パス。さすが猫マだぜ。 A パス、A パス。たとえクロウさんの身内だろうと容赦はしねえぜ。何それ。くらえ。お前少しは強調する努力しなさいよ。愛想振り負けとは言わんけども、同級生なんて特にこれから長い付き合いなんだからさ。根性とか大雑把なのじゃなく、もっと具体的な反省をした方がいいと思う。ボールバックは見すぎだ。相手の挑発に乗った。分かってんのになんで根性で片付けんの。お前はどうだよ。燃えるボール何本もあったよな。
根性なしは根性について語るな。戦略とか勝つために、勝ちに必要なのが根性だろうが。やりすぎ、ドストエフスキー。何なんだこいつのこの感じは。やる気とか気合とかじゃなくて、とんでもねえ負けず嫌い。こいつ敵じゃなくてよかった。トラと呼んでいいぞ。仲間はそう呼ぶ。呼ばないとダメ。んだぞトラ、ナイスレシピ。そこまでナイスでもねえじゃん。ナイスキー。低かった。ごめん。向こうは黒、リエフのセンター線を警戒してるだろうから、ブロックをボールとミドルブロッカーで引きつけて、トスは遠くへ振る。向こうが気づいたら反対側の使い時。時間をかけて研磨を潰すという策。でも俺たちは猫間なの。今福永は器用だし、ブロックがいてもうまいこと決めてくれるよね。サロンパスっていうか、頑張ることに明確な名前つけないとダメなの。俺が頑張ったら糖分が不足してるんだな。バナナ食べなさいよ。これで研磨がゲームやってる時の半分くらいでいいから、バレーにアグレッシブになってくれたらな。勝手なアテレコをやめてください。よし、撤収だ。行くぞ。